皆さん、こんにちは、アルセです。この画面、お分かりだろうか。前回からバージョンアップはされていないようですが、どうしてもクリアしたいな、とかすかに思いまして、Castle of the Darkness バージョン 1.03 実況プレイしてまいりたいと思います。今回で4回目、実際にプレイするのも5、6回目くらいです。死にゲーは死にゲーですが、敵がどこから出てくるのか分かるのも死にゲーのいいところで、クリアするまで頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。怖いの俺大の苦手なんだけどね。まあ動画編集を身につけてきたし、不要な部分はカットすればいいからね。とりあえずやっていきましょう。久しぶりすぎてどうやって操作すればいいのか分からない。キーボードだっけ。マウスで視点を変えて、気持ちいい。バージョン 1.03 からはここにもあのゾンビが湧くようになっています。ゾンビがいます。あ、やばいやばい。あそこにいるのがお分かりだろうか。4発ぐらいで死ぬのか。わーお。怖いです本当に。ちょっとキーボードが正面にないから打ちにくいしな。お、来てる。これね、リロードしなくていいのがね、あれですよね。まあ賛否両論ありますけど、俺的には俺は下手なので、この先行っちゃっていいかな。頭に当たるとどうなのかな。あんまり変わんない。この間こっち行った時、後ろからもね、攻撃されたんでね。よし。あー、やばい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 。奥から来たのは。後ろにもいるのかなって思ったんだよね。来ました。いますね、あそこに。この怪しげな部屋は一体何なのだろうか。あー、もうここ進みたくないな。やっぱり始めるんじゃなかったと後悔。こっちにはいないんですよ。うん、
マウスとねマイクの位置がねちょっとね邪魔というか、おっと、あ、ちょっと待って、来るよ多分。後ろに来てますね、これは確実に何かが。敵はいなくなったんだが、あ、いるか、まだ。来た来た来た。
まだ開いてない。ライフ20で勝てるか？この先に何かいそうだけど。あ、なんかいる。出口？ちょっとセーブポイント欲しいっす。いる。あ！追いかけられてたか、やっぱりそうか。できない。怖くて。また次の機会にねって感じですね。皆さんも怖いのは体験したくなったら、このキャッスルオブザダークネス、ぜひぜひ実況してみてください。